Everyday moments are the important moments that connect us. キウナ名古屋。皆さんこんばんは。6月8日火曜日午後10時になりました。名古屋にあるダンサースタジオからキウナ名古屋お送りいたします。今ちょっと王子声裏返ったよね、最初にね。今日も喉の調子がいいです。滑り王子マスクマンでございます。はい、歯医者予約したんだけどいつだったかなと思って電話をしましたら、もう6月1日ですよ、予約ということで、すっぽかしてしまった味噌煮込みスキーと、今日ですね、夕方、ウェブ会議がありまして、まあ、事務所に戻れなかったので、もうウェブ会議を車の中でやってたんですけど、まあまりにもつまらなくて、まあ、ちょうどですね、コンビニの駐車場に停めてたので、アイスクリームを買ってきた、ダンサーズでございます。好きだよね、アイスクリームね。アイス食べながら会議って、ね、生意気だ。はい、こんな3人がお届けします。今週のテーマは、アイスクリーム。今週のテーマはアイスクリームです。メールアドレスは kiyu@kiyu.nagoya です。kiyu@kiyu.nagoya です。この番組はツイキャスライブでも配信しています。ツイキャスのサイトから FM ギノワンで検索してください。また、インターネットラジオ配信サイト、マイチューナーラジオからも放送しています。マイチューナーラジオアプリ、またはマイチューナーラジオサイトから FM ギノワンで検索してください。本日は電話ゲストコーナーがあります。本日の電話ゲストはお笑い芸人、きんぴらごぼうのタイガさんになります。22時12分頃からとなります。この番組は、高級木材のご用名は名古屋中川名木、名誉総裁賞受賞の首里饅頭、那覇首里中村製菓、フォークリフト整備塗装ができる方を絶賛募集中です。名古屋トリプルエイト、ザ・カバーズ絶賛発売中、大城バネサの R サプライ陸上海上輸送一貫サポート、東海協和、沖縄の紅芋丸焼き誠持ち店、個人スポンサーさんです。真っ赤なメルセデスさん、こちらの提供でお送りいたします。キウナ名古屋。はい、メールご紹介したいと思います。はい、お願いします。あら、いいことがございますよ。はい、初メール失礼いたしますということですけども、はい、王子ダンサーさん、味噌煮込みスキーさん、こんばんは。こんばんは。埼玉のゴーでーす。あ、ということですね。ありがとうございます。ツイキャスではね、何度かね、お聞きしてたんですけども、はい、メールありがとうございます。はい、もちろん沖縄に帰省の際は読谷に着く手前の金田の58号沿いでアイスクリームを買いますね。普段はロッテファンだからロッテの商品についつい手が伸びてしまいます。層が一番好きですねということですね。王子はね、うん、ロッテ時代のね、落合博満が大好きですね。あ、ちょっと違うね。古いな。ね、今ね、これちょっとね、味噌煮込みスキーにね、調べてもらったんですけども、はい、この層っていうのがね、王子最初ね、爽やかだと思って。そう、なんか、王子いつも読み仮名振るんですけど、爽やかって書いてあるから何と思ったら、なんか、うん、真顔でこの商品名爽やかだよねっていう。もうなかなか商品名難しいですね。いや、まあ確かに難しいではあるけど、ね、なんか爽やかだとそれハンバーグみたいになっちゃうからさ。やっぱりね、商品パッケージにもね、ひらがな振っていてほしいな。王子のために。ありがとうございました。はい、有名なアイスなのにな。はい、ありがとうございます。はい、
続きまして、名越マナーさんからです。ありがとうございます。こんばんは。アイスクリームがテーマって夏ですね。私はアイスクリームはあまり食べないのですが、最近コーヒーフロートが美味しいと思います。苦いエスプレッソコーヒーにバニラのアイスを浮かべると美味しいですね。さて、今年の夏は何回アイスクリームを食べますかね。食べるならモナカアイスがいいなということです。あ、私コーヒーフロート大好き。うん、はい、ああ好きですね、うん。はい。なんかね、おじね、ああいうフロートをね食べるとね、うん、なんかね、なんか歯がキーンってするんだよね。歯がキーンってするときないですか？こう知覚過敏じゃないけど。もうしょうがないね。そんなお年頃だね。知覚過敏です。あ、そのお年頃。はい、もう寂しい結果じゃないですか？はい。ね、いいな。美味しいだけどね。コーヒーフロート大好きですよ。うん、はい、ありがとうございます。はい、続いてですね。はい。ハイタイ名古屋チームの皆さん、こんばんは。こんばんは。こんばんは。朝起きると腰が痛い、アレックスです。あら、大丈夫かしら。お仕事しすぎかな？やっぱり、ブルーシールのチョコレートが一番ですね。飽きない甘さと思います。次に、ブルーシールのストロベリー、うんうん。果肉みたいな、ジャムみたいなのが入っていて、好きです。うん、だから、小さい頃、レストランに行ってデザートはブルーシールのチョコレートとストロベリーのダブルを食べていました。あ、ということでございます。いいですね、いいですね。果肉いいですよね。ね、あのそうブルーシールのってなんとかね、ジャムっぽい感じの、うん、あの感じがまたいいですよね、うん、はい、ありがとうございま す,、はい、います。最近食べてないだよねブルーシールなかなかねここでは食べれないんで ね, でね。はい、ありがとうございます。では行きますね。はい。キユ名古屋の皆さん、こんばんにゃ。こんばんにゃ。今週のテーマ、アイスクリーム。あれ？ラジオネームがないな。あ、もうこんばんにゃ。まあでもわかりますね。うん、はい、はい。沖縄のアイスクリームといえば、宜野湾市のすぐ近くの浦添市牧港に本社と店舗があるブルーシールのアイスクリーム。私が幼少の頃の70年代、うん、牧港のブルーシールに連れて行ってもらったときは、ファーストフードの A&W と同じように映画のアメリカングラフィティに出てくるドライブインを彷彿させる店構えに幼心にワクワクしたものです。あ、でも今でもワクワクしますよね、うんうんうん、あの看板見るとね。うん、そうそう。うん、はい。そしてたまに無性に食べたくなるのがブルーシールのソフトクリーム、バニラ味です。先っちょを真上からスポッと加えるようにして食べるのが行儀悪いかもしれませんが、ちょっと贅沢気分ですっていうことです。いいですね。あ、ソフトクリームもね、うん、そう、なかなか売ってる店少ないんですけど、うん、ね、いいですね。まあパクッと食べるのが一番いいんだけどね、本当にね。あのでも一番最初のところってすごい贅沢感わかりますよね、なんかソフトクリームのね。わかります、ね、はい、はい、ありがとうございます。はい、続いてですね、はい、泉さんの特急サザンさんからです。ありがとうございます。アイスクリームはあまり食べないんですけど、かえって喉が渇くので食べるとしたらチョコレート以外のアイスクリームを食べますかね。理由は毎日仕事でチョコレートを見ているので見飽きちゃってからです。あら、はい、そうなんですか、うん。今年になりまだ一度もアイスクリームは食べていません。8月になってから食べると思います。じゃあまたやーということでございます。ありがとうございます。あのね、王子あんまりね、チョコレートのアイスクリームがね得意ではないんですよね。普通のね、あの板チョコとかね、なんかブロックになってる普通のチョコレートは食べるんですけど、なんかね、アイスクリームはね、あのいつも定番のね、あのバニラばっかりなんですよね。たまにあの抹茶とか食べるんですけど、あの基本的にあんまりこの甘いものが、得意ではないんですよね。食べないわけじゃないんですけどね。あんまり食べないですね、うん、甘いもの。ね、あんまり見たことないでしょ。ね、確かに、うん。辛いものしか見たことない。そう、辛いものすごいからね。そうだよね。はい。ねえ。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。あの、ツイキャスでペーターさんが、ロッテ時代の、てんてんてんのとこでスマホがフリーズしてしまいました、はい、なんか寒かったからかなって。あーあーあー、あの皆さんのスマホ反応がいいですよね。ね、そう言ってもらうね、敏感に反応するから、あの素晴らしい機能を持ってますよ ね, ね、うん、じゃあちょっと こんな感じですね。今日も冷えるわね。あのですね、そんな感じだね。もうだいぶ、いやでも名古屋暑いんだけどね。全国的に気温は上がってるはずだよ。
やっぱりこれもね、はい、王子パワーなのかな。ねえ。カープボーイさんがブルーシールといえば昔チョコドリンクがあって大好きだったけど、はい、最近行ったらなかったな、はい、ミュージックソンの時に同じパッケージの本があったけど、はい、中身はつぶつぶのチョコレートだった、はい、あれ美味しかったのにホットチョコドリンクって。はい、ということで、はい、はい、ということで、はい、はい、じゃあ CM 行きまして、はい、その後電話ゲストキンキのタイガーさん、はい、登場です、はい、登場です。建設内装材のことなら名古屋の中川名木奈良桜花林など各種無垢フローリング激安販売中。和室設計のサポートもいたします。電話番号名古屋 052-625-1122。 名古屋市厚田区にあるトリプルエイトではフォークリフトの整備塗装ができる社員を募集中。社員料完備、引っ越し費用を最大5万円まで負担いたします。興味のある皆さん、今すぐ052-653-0071 052-653-0071 までお電話を。中村製菓は那覇首里に創業して64年、月桃や泡盛など激戦素材で作り上げた首里饅頭とくんぴん、こだわりの琉球菓子をご賞味ください。ユーレール首里駅から徒歩3分、電話 098-884-5901。 中村製菓。大城バネサです。私の最新アルバム大城バネサザカバーズには、美空ひばりさんの一本の鉛筆から上村かなさんのトイレの神様まで全部で10曲入ってます。とっても素敵なアルバムになってますよ。ぜひ皆さん聴いてくださいね。私ども東海共和の国内物流部は、名古屋から北は北海道、南は沖縄まで最適な物流サービスを提供しております。これからも皆様の心強い物流パートナーとして、お問い合わせは電話 052-389-7817 東海共和まで。沖縄で創業60年、大人気沖縄の丸焼き、外はもっちもち、一口食べたらじゅわっと、贈り物としても大好評、日本全国お届けします。紅芋大好き。詳しくはまこともち店で検索。キユナ名古屋。はい、電話ゲストコーナーです。本日は、FEC 所属、素晴らしいお笑い芸人さんです、きんぴらごぼうタイガーさんです。こんばんは。こんばんは、皆さんどうもお久しぶりです。お久しぶりです。ります。こんばんは。 FEC のきんぴらごぼう金城タイガーです。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。皆さん、心配されてる方いらっしゃると思いますので、あら、何を心配してるんですか？え、いろいろとですよ。どうしてるんかなと。いろいろと。はい。なるほど。何、じゃあ、今の。いいですよ。何でも聞いてください。はい。まずですね、はい、今、キンピラタイガーさんがされてること。はい。今の近況です、ね。どうですか？ちょっと教えていただきたいなと思うので。いや、僕はいつも変わらず、やっぱり芸人をやってますよ。そうですか。はい。あ、でもあれじゃないですか。なんかデモンストレーションなんかされてるんじゃないです？デモンストレーション？うん。なんだデモンストレーションですか？あ、あれですよ。販売員でしたっけ？あ、なるほど、なるほど。あ、終わってます、やってます。FEC の芸人何名かですね、この実演販売士、まあ、実演商売士として、商売士の商を笑うっていう感じなんですけども、はい、実演商売士として、あ、いろんなこう店舗に立って、この商品のプラゾンだったり、はい、内容の紹介とかをしていまして、最近は沖縄電力さんの、はい、この会員サイト、このモバイーっていうこのお得なポイントがつくサイトがあるんですけども、はい、入った方がいいですよっていう案内とかやったりします。入った方がいいですよっていう。すいません、大丈夫ですか？はい。なんかその、入った方がいいっていうのがなんか、ちょっと、なんか威圧感があるんですけど。はい。なんか、入った方がいいっていうのが、
別にそういうことじゃないんですけど、はいはい、あ、そういうわけじゃないですか。お得ですよっていうことを知らせようですね、やったりとかをしてますね。そうなんですね。いや、はい、本当ですね。某くも字からちょっと姿を消されまして。姿を消されて、演技が悪い。姿を消されたわけじゃん。僕は RBC のね、球界のラジオ編成部から変な圧力があって、はい、別にやらせられたとか、そういうことではないので。そういうことじゃなくて。そういうことなんですね。はい、今、そのどこもかしこもこういう状況ですし、はい、まあ、正直な話言うと多分厳しいところがあったんだと思いますけども、はい、わかんないですよ、これはもう、ね、多分ラジオは載ってないし、はい、余命だけしか聞いてないと思うので言いますけど、はい、今はですね、ツイキャス44名ツイキャスが今44名視聴されてると、はい、ああなるほど。ちなみにこれはFM ギノワンの多分周波数にも電波が出たりするんですかね。もちろんツイキャス以外にもね。他でもね、聞いてると思いますけど。公共の電波ですからね。今ですね、ちょっと流れている可能性がある。今タイガーさんのその発言で44から43行って42ってなんかふわふわしますね。いろんな各所になんか情報が出回るそういう舞台がもしかしているかもしれないですね。そうですね。で、まあ、その金ピラタイガーさんのことも、ね、すごくですね、どうされてるのかなと、安否確認したいなと思ってる者がいますの、隣にいますの、変わります。いや、ちょっと、ラジオとレポーター一筋だったわけじゃないですか。あれはあれで思いましたし、タイガーさん、質問してもいいですか？みそにかみすきです。あ、いいですよ。はい。はい、ご無沙汰しております。はい、はい、3割芸人、7割陶芸家じゃなかったでしたっけ、この前。そうですよ。だから、その、お笑い予算、お笑い予算割で、別に保険の7割を別に補填すればいい話なので。あれ、しかもなんか昨日でしたっけ、ツイッター入って拝見したんですけど、なんか、素敵なゴミ箱とプランター作ってませんでした？ああ、作りました。僕、もちろんそのお笑いより全然、手先の方が強いですけど。めちゃめちゃ完成度の高い、作品というかね、いやいや、ありがとうございます。DIY というよりは、もう商品と言った方がいいようなね、そう言っていただけると、確かすごく光栄ですね。ありがたい言葉ですね。ねえ、なんか、素敵なんですけれども、ただちょっと心配なのは、あれ、お笑いが3割から2割に減ったんじゃないかなって、ちょっと心配になりました。お笑いを1割減らして、それで、自分のスキルが上がるんだったら、僕はお笑いは、いつでも全然してますね。いやいや、せっかく FEC に所属してるんですからダメですよ。いや、FEC 所属の DIY 担当。DIY 担当で。そうです。FEC は別に芸人もいますけど、そうですね。タレントさんとか、役者さんとかももちろんいらっしゃるわけですから。もしかしたら舞台セットも作っちゃえるみたいなね。そうですね。ちょっともちろん今までずっと作ってましたからね。あ、そうですね。ちょっとね、最近ちょっと披露する場所が少ないかなっていう感じで。そうですね。それを作ったぞって自分から別に主張する立場、あんまり表に立つ仕様であんまり向いてないかもしれないですね。そういうね、裏方とかそういうのやった方が、やっぱいい幅広いですね。もう一人ですね、ちょっと話したくてね、うずうずしてる人がいるんでね。はい、芸人殺しがいます。芸人殺しが。こんばんは、王子でございます。お久しぶりです。お久しぶりでございます。本当にね、はい、もうね、私の番になるとね、時間がなくてしょうがないんですけども、どうしてもね、タイガさんにね、お聞きしたいのはね、はい、またですね、文房具大好き芸人さんということで、はい、私とでちょっとコラボしてね、ボールペンなんかがね、ちょっとこう、ボイスが出るような感じにして、ちょっとエッジボイスでね、お兄さん頑張ってみたいなね、ちょっとそういう何秒間にね、何回かそれがね、出るようなものをね、開発したいなと思ってるんですけども。お黙り。ね、そういうのなんか学生さんね、お勉強頑張るんじゃないかなと思うんですけど、王子違うことに頑張っちゃうかもしれないですけどね。お黙り。そうですね。うん。タイガさんもそう
ほんとこれ芸人ブログちょっと、エンジン困るから。なんか、あれですね、僕が経験していた芸人殺しよりも全然別ジャンルの感じの芸人キラーですね。いや、これ、いたって本当にね、これ商売したいなぐらいの気持ちでね、真剣におしゃべりしてますけども。そうですね、なんかその、いろいろこう自分が持っている、思っていることをガーって喋った時に、タイカさんもそうっていう一振りだけで、すごくこう、返答者としては、だいぶいろいろ言いづらい、ではあったかなっていうのは。あ、それは失礼しました。もうね。あ、いやいや、でもね、僕なんでも言ってるから、あ、そう、ね。そのですから、もうお互いでこうね、この素晴らしいこのコミュニケーションができてるのがね、嬉しくてしょうがないですもん、はい、王子は。いやー、じゃあそのボールペンいつか作りましょうね。そうですね。私とってタイガさんのサイン入りで、うん、作ってみましょう。そうですね。ボールペンまたサイン入りでちょっとどうなのかなってあれですけど。またこれがね、皆様に受けがいいって沖縄の皆様にね。そういう可能性ありますので。お引き取りください。タイガさん、もう、滑り落ちとの、ね、会話は大丈夫ですので、せっかくですから、FM ギノワンということで、番組の宣伝を。あ、なるほど、ね。よろしくお願いします。金曜日の夜11時からやってる、金曜日の放送の宣伝ですか？いや、もうそんなのは別にやらない。毎週月曜日から金曜日夜の11時から FM ギノワンで FEC 中道っていう FEC の若手が喋っているっていうラジオ番組の宣伝ですよね。そうです、そうです。はい。はい、そうです、そうです。せっかくですから、よろしくお願いします。FM ギノワンですから。FM ギノワン、ぜひ皆さん聞いてください。よろしくお願いします。この時間帯でも頑張りません。お好きな番組を聞いてください。そう、あれ、ざっくりですよ。ざっくりですか？金曜日のアピールはいいんですか？金曜日の夜の23時からやってる、キンピラごぼうの、キンキンピラというお星様ラジオの、僕なんかキンピラごぼうが喋っている1時間番組の宣伝をやらなくていいので、大丈夫です。ちょっと質問なんですけど、はいはい、番組でギター弾いてますけど、はい。あれ、なんでですか？僕はあれです。だからその、はい、お笑いは3割ですけど、他の7割に、はい。あれです。ミュージシャンも入ってるからですね。あ、残りの7割にミュージシャンの要素が入ってる。はい、ああ、そうです。芸人もだからちょっといますので、もうなんかその少なくなってるんじゃないかっていうお話があったんですけど、それはもちろん今、芸人がもう今 1.5 割とか。ミュージシャン 1.5 割で。そうです、ミュージシャンとか、そうですね、僕アイドルとかもやってたりするので、はい、そう、音楽の方向に全部持っていってますね。じゃあ今、方向性がさまよってるんですか定まらない。いや、方向性なんていいんですよ。自分が行きたい方向に行くのがその方向なので、それはどうでもいいです。はい。あ、でもですね、その方向もですね、一方通行だったらどうなんでしょうか。一方通行だったら別に、ね、いや、それは一方通行じゃないですか、人生なんて。戻ったりすることはできないからがこそ楽しいですし、まあ、そこに見えるね、景色。まあ、もちろんそれが、きつい谷だったり、越えないといけない山だったりってあると思うんですけど、はい、うん、そこを選んだのはまあ自分ですし、その山だったり谷だったりを楽しんでいくのが芸人かなとかって、じゃあもう思ってますけど。じゃあ過去は振り返らないということで、もうくも字には二度と立ち入らない。ちょっと待って。くも字にはですね、僕はちょっとやっぱり、正直なこと言いますね。はい。すごく寂しいっていうのが正直な話なので、僕の SNS だったり、周りで応援してくれてる方も、小文字リスナーさんすごくいっぱいいますので、はい、どこかのタイミングで、はい、また皆さんのお耳にかかるタイミングが作れるように、はいはい、そうですね。必死で努力して、散る時にも呼ばれますように。はい、でもそうですね。だからもう皆さんといろいろコロナ落ち着いて、いろんなそのオフ会だったりっていうのが実際にね、足を運んであったりすると思うんですけども、その時は もちろん実際行きますし。って言いながら、西町でフラフラしてるかもしれないですね。ああ、そうですね。西町にいるかもしれないですし、僕お家から近いんで、公安とかに行ってるかもしれない。公安が近いんだ。じゃあ、通うには公安が便利と。そうですね。何の話いらなくなってしてた、
お笑いの部分は僕アジャガーの方にしてたんで、はい、このアジャガーの行き着く先が大体あのそのね、あの公安の方なんですけども、はい、あそこに僕のお笑いがもしかしたら落ちてるので、それも拾いに気がったら、はい、公安で漂ってるかもしれないし、はい、わかりました。じゃあ、 あの今度公安の方によく行ってきます、はい。よくわかんないですけど、誰がどう言ってるか、僕はいつでも思ってますよ。はい、ということでお時間となりました。まとめ方がとっても早いでしょ。こんな風に喋り足りないもんですね。あのまたですね、あの森光さんの方にもよろしくお伝えください。あ、そうですね。だから僕の相方もぜひよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。すいません、あの。僕の相方もクセモンなんで。確認いたします。はい、お願いします。はい、ありがとうございました。今日は、楽しかったです。ありがとうございます。本日は、FEC 所属芸人、きんぴらごぼう、タイガーさんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。芸人じゃなくて、コスメイカです。はい、メール読みますね、はい、こんばんは、ラジオネームマロニゲです。テーマアイスクリーム、クリームではないけどマロニゲの地元沖縄県名護市で買えるロンロン食べたことありますか？コーヒー味とオレンジ味だっけな、まあチューチューみたいなやつです。最近はあまり名護でも見かけなくなったけど、たまに食べると美味しいんですよ。あ、マロニゲの G がアイスクリームに、あ、ん？アイスクリームにアイスケーキって言ってんだけど、昔の G おばあはアイスクリームにアイスケーキっていうの普通なのかなーって。ごちそう感があるんですよね。でも、もともとこのアイスクリームケーキっていうのもありますよね。ね、でもまた多分それとは別だと思いますけどね。あの、ロンロンってなんかこの前ね、うん、沖縄のラジオで、うん、すごい話題になってました。ね、はい、懐かしい感じなんですね、はい。はい、ありがとうございます。はい、ということで、エンディングです。来週のテーマは自転車、バイスコ。この番組は沖縄の紅芋丸焼き誠餅店、海上輸送一貫サポート東海協和、ザ・カバーズ絶賛発売中、大城バネサの R サプライ、フォークリフト整備塗装ができる方を絶賛募集中です。名古屋トリプルエイト名誉総裁賞受賞の首里饅頭、那覇首里中村製菓、高級木材のご用名は名古屋中川名木、個人スポンサーさんです。真っ赤なメルセデスさん、こちらの提供でお送りいたしました。はい、本日もお聞きくださいましてありがとうございました。ありがとうございました。実はまだメールがたくさん来てるんですけれども、また続きは来週紹介いたします。そうだね、はーい、閉店ガラガラ。はい、ツイキャスをお聞きの皆さんありがとうございました。ありがとうございました。きんぴらタイガさんが、くも字一筋ですってツイキャスに書き込んでるけど。あら大丈夫。また放送に載せればよかったかしら。はい。はい、ということで、はい、ツイキャスありがとうございました。うん、ちょっと今週拾えなくてごめんなさい。うん、来週もっと紹介したいと思います。うん、ありがとうございました。ではまた来週で。来週も聞いてね。あと5秒ありますよ。はい。3、2、1、はい、王子。え？やっぱ本番に弱いですね。